出雲駅伝区間賞予想。よっしゃー。区間エントリーの発表もまだないのに、はい、区間賞予想するってことは、はい、区間も当てなきゃいけないんですね。そうですね。これまあ毎年やってますけどね。そうですね。毎年やってるんですけど、うん、当たらないですよね、区間が。そうなんですよ。まず区間が当たらないといけないから。当てるの難しいから。はい。うん、でもなんとなく想像できてるでしょ、この人は何区間。まあそうなんだ、うんうん、だから自分の中の区間でやっぱ決めてますよね。なるほど。そうですね、はい、うん、自信の方パーセンテージだけもらっていいですか。もう僕は 95% ぐらい。高いな。毎年当たらない。1人当たればいい方ね。3人当たればいいかな。いいよ。区間賞が、区間賞が自信あるね。自信あるね。普通区間が当たるだけでも大変なのにね。大変ですからね。まあ、そうなんですよね。わかりました、はい、では出雲駅で1区から6区までありますので、はい、各区間の区間賞を書いてもらっていると思うんですけど、はい、じゃあヨッシーから聞きたいんですけど、ちなみにちなみに、はいはい、去年当てたの。なんか1人ぐらい当たってなかった。そうなんですよ、いつも2人で1人ぐらいなんですよ、うん、2人で1人、はい、そのぐらい。箱根も全日本も出雲も2人で1人ぐらいしか当たらないんですよ、うん、そんぐらい難しいこの時期は。わかりました、はい、じゃあ今回ぜひ2人で2人当ててください。当てたいです。それぐらいいけるんじゃない。2人で2人でコーヒー終わりましょう。よし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 、頑張ってほしい。はい、ダブらない方がいい。よしの6人、ね、お願いします。はい、こうなりました。ドン。1区大島選手、うん、はい、こちら法政大学、はいはい、2区山口智成選手、うん、早稲田大学、うん、3区篠原選手、うん、駒澤大学、うん、4区に伊藤選手、うん、こちら駒澤大学ですね、うん、そして5区吉田響選手、うん、創価大学、そして6区平林くん、国学院です。こうなりました。結構3、4区当たりそうなんですね。え、やるな。これ結構当たりそうですよね。なんか熱いね。うん、まあ、どうちゃんもちょっと被る可能性もありますけどね。はいはいはい、まあね、被っててもいいもんね、別に。まあね、うん、まあ1区からいきます。はい、お願いします。はい、法政大学の大島選手にしました、うん、まあ、この方はやっぱ高校時代からね非常にねポテンシャル高くて、うん、で法政に入学した時は本当びっくりしたんですけど、うん、もう今ね徐々に力つけていって今季も覚醒しましたね、うん、本当にあの絆記録会でも素晴らしい走りをして一気に PB 更新しまして、うん、青枠のね主力選手に勝ち切りましたもんね。お、うん、で監督がね13分30をもう切れるぐらいっていう風に言ってたくらいの選手なんで、もう一区であれば僕はね区間賞あるかなと思ってます。なるほど、はい、まずは1区に来るかどうかです。本当にまあね、まあそうね、うん、そして2区山口選手、早稲田大学ですね、うん、友則くんですね、はい、もうね今はもう早稲田のエースとなってます山口くんですけど、うんうん、まあ、今年もね僕は2区を走るかなと思ってます。なるほど、はい、で、まあ、前回はね佐藤圭太くん、うん、そして黒田朝日くんには負けてしまったんですけど、うん、あの区間3位でしたからね。なるほど、ね、はい、はい、まあ、素晴らしい走りしてたんで、うん、今季はね圭太くんはまあ出雲回避しますし、はいはいはい、で黒田くんはね2区じゃないと僕思ってるんですよ。あ、なるほどね、はい、なのでまあ今季好調です山口くん、うん、はい、区間賞狙いますね、うん、2区であれば区間賞来るんじゃないかなと思ってますね、うんうんうん、はい、なるほど。3区篠原選手、お、はい、これでもどうちゃん1区予想とかしてたじゃないですか、はいはい、区間予想大変よね。そうなんです、区間が当たるかですね、まず当てないといけないからね。3区走ったら確かにありですね、はい、まあでも3区はねやっぱ留学生来るじゃないですか、うん、ああそうか、はい、キムタイ君とかムチニー君とかも来るんで。ああそうだ、ね、これ留学生入れていいんですか。入れてもいいです。お、はい、その中で篠原君選ぶってすごい。そうなんです、うん、だからもう本当激戦になると思うんですよ、まあ、ここは、うんうん、まあでも篠原君であればねやってくれるんじゃないかなと思いますね。そうね、打ち切ると、はい、うん、まあ、今季ずっと調子いいですし、うんうん、やっぱこの前のアスレチックチャレンジで、うん、もう日本人学生記録叩き出しましたんで、はいはい、出雲もねとんでもない走りするんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、うん、そして4区は伊藤選手、はい、駒澤の伊藤葵くんですね、はあ、うん、まあ、今季ねトラックシーズンはそんなに良くはなかったんですけど、うん、まあ、北連ぐらいからすごく調子も上がってきて、うん、でしっかりこの10人にエントリーされましたね、うん、はい、去年もね4区を走って区間3位という走りだったんですけど、うん、まあ、本人はねすごく悔しがってたんですよ、はい、でまあ今年は区間賞を狙いたいっていう風にインタビューで言ってたんで。なるほど、まあ、4区に伊藤くんが来れば、うん、区間賞は結構あるかなと思いますね。はい、そして5区に吉田響選手、うん、ここも硬そうな気がするな、ねえ、うん、まあ、去年5区でね、うんうん、もう衝撃的な走りで区間賞を取ったんで、うんうん、まあ、今年も5区を走るんであれば区間賞は間違いないかなと思ってます、うん、5区じゃないのやっぱりと思いますけどね、うん、まあ、ただこの方ねやっぱ創価の日本人エースじゃないですか、うん、なんでまあ3区とか6区とかに来る可能性もあるんですよね、うん、なるほど、はい、だからそこだけがちょっと僕は心配というか、うん、まあ、3区6区に来たら外れますから。まあね、はい、そうかそうか、まあでも5区に来れば区間賞は硬いかなと、イメージミスター5区ですけどね。そうなんですよ、うん、出雲も全日本も箱根も5区だったもんね、うん、去年は、うんうん、全部5区でしたから、ね、また5区に来るかなっていう感じですね、はい、はい、うん、そして最後アンカーは平林くん、うん、国学院ですね、うん、
まあ、今回6区を走ればもう3回目なんですよ。なるほど、はい、だからまあ経験もね非常に豊富ですし、うん、まあ、今年はねこうマラソンにちょっとシフトしてるんで、うん、まあ、出雲の距離ちょっと短いのかなとも思うんですけど、うん、まあ、北連ではねしっかり1万メートル27分台で走ってるんで、うん、まあ問題ないのかなと思ってますね、うん、なるほど、はい、平林くんにとって、まあ、最後のね出雲になりますんで、うん、まあ、すごい走りするんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、だからさっきの話じゃないですけど、うん、平林くんが3区走る可能性もあるし、そうなんです、篠原くんが6区走る可能性もあるわけですよね、うん、その辺がまた難しいのか、難しい、難しい、これバチッと当てたらすごいですよね、え、うん、ただなかなかたくさん当てられそうな気がしてね、こう見るとね、うん、今んとこね去年もそうだったんですよ、そう、結構当てなかったそうなんです、区間がねそうなんですよ、区間当てるの大変だもん、うん、どうじゃこう横で聞いてなんかあんまりこう驚いたことしなかったんで結構ねダブってると思いますよ、うん、ダブってんのかなちょっとどうちゃん見ましょうか、うん、僕は僕の区間予想でやっぱ決めてますからね、まあそうですね、じゃあどうちゃんの出雲駅伝の区間賞は誰でしょうか、うん、はい、こちらです、ドン、ほい、1区トゥンティバト選手、ね、え全然違うんですね、トゥンティバト、はい、アイビー、アイビー、アイビーね、はい、そういうこと、で2区は黒田選手ね、はい、おい、はい、で3区ムチーニ選手、うん、4区桑田選手、はい、で5区吉田響選手、一緒、そこだけだ、で6区は山川選手、わそこすごいな、これだけ違うの、こんな違うんだ、僕はこの区間予想なんですよ、おうおうおう、だ黒田君2区予想だし、うんうん、ムチーニ君3区予想なんですよね、うんうん、響くんは5区予想だったんで僕もそうね5区響くになりました、うん、なるほど、まあでも2人がバラバラの方がねたくさん当たりやすい、あそうですね、うん、コーヒー2つ取りやすいしね、そうですね、じゃあまず1区からトゥンティバト選手、トゥンティバトどこの国の人ですか、タイです、タイ、はい、この方ですね、はい、ズバ抜けてるんですよ、タイムが、持ちタイムがね、まず 5000m が13分08、うんうん、1万 m が27分17、うん、持ってるんですよね、うん、で、アイビーですから、うん、もう多分1区だと思うんですよ。なるほどね。はい。去年のヒューゴ選手もそうでしたけど。はいはい。だから1区にもしこう、篠原くん級のランナーがいないとなると、うん、もう彼が抜け出して、うん、そのまま行くんじゃないかと思ってます。ちょっと待って、ヨッシー誰にしてました ?1 区。大島くん。ですね。大島くん。あ、そう、大島くんは勝てない。まあ、トゥンティバト君には勝てないと。トゥンティバト君強いもんね。強いんですよ。世界のランナーですから。そうね、はい。確かに。だから、アイビーはもう先行ですから、絶対。強くないですかそれちょっとよく言うと。トゥンティバト君は。まあ、全員外国人ですからね、アイビーは。そうね。まあ、オープン参加とかじゃないもんね。ないんですよ。うん、アイビーは。うん、だから、区間賞取るならここかなと。トゥンティバト君が3区かもしれないからね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよね。だから僕はもう絶対1区と思ってます。もうなんか、アイビーは強い選手が1区ってイメージなんで。なるほど、ね。アイビーのエースの人なんですね。まあそうですね、うんうんうん、なるほど、はい、だからもうこのタイムを見たら最初から行って、うん、もうそのまま押し切ると僕は思ってます。なるほど、はい、まあそういう感じですね、はい、1区はトゥンティバト選手、うん、はい、はい、で2区は黒田選手、青山学院です。ヨッシーが走らないと見てた、うん、そうですね、走ると見たってことですね、うんうん、その場合走った場合山口くんね勝つと、まあ山口くんが2区だった場合ですね、まあ僕2区ですけど、うん、はい、まあ山口くん勝つという、ね、山口くんも2区と思ってるんですか。はい、思ってますから、そのデッドヒート楽しみだな。そうなんですよ、うん、だからやっぱ競り合う区間ってやっぱあると思うんですよね、まあそうですね、はい、区間賞を取るためには、うん、で、去年は黒田くんはやっぱここで素晴らしい走りしてますし、そうですね、まあ、経験があるということと、うんうん、で青山はね1区で1位で来る可能性が今回あるんじゃないかと、うん、ちょっと僕鶴川くんで予想してるんで、うん、ひょっとしたらトゥンティバト君の次あたりに来るかもしれない。お、鶴川くんが、はい、お、そしたらこう前を追う選手がいた方が多分黒田くんいいと思うんで、うん、そういう時にもうバッチリじゃないかなと思ってます、うん、こう駅伝の流れを見たら、はい、2区では黒田くんが追いかける形でいい形になるんじゃないかなと思ってます、はい、スピードあるんで、うんうん、そのまま2年連続っていうかいい走りするんじゃないかなと思います。なるほど。で3区はムチーリ選手にしました。わー、そうね、ここが一番悩みました。うん、というのがやっぱヨッシーも篠原君にしてたように、うん、やっぱエースが来ますんで、まあ、日本人も、ね、で、あの留学生もライバルがいっぱい来ますんで、うん、可能性がね高いんで、はいはい、うん、だから僕はでもムチーニ君はやっぱ創価は3区は留学生なんですよね、うん、だからムチーニ君でしました、うん、でムチーニ君はやっぱもう駅でも慣れてきたでしょうし、うん、最初から入るレースもできれば、うん、後からビルドアップするレースもできると思うんですよ、うん、もう慣れてきたということで、だから高いレベルで安定して走れるかなと思って、うん、で僕の中ではもう一番強い留学生かなと思ってるんで、そう、はい、だからムチーニ君取るんじゃないか、この距離だったら、はい、どうちゃんにちょっと聞きたいんですけど、篠原君は何区と思います、はい、3区、あ、3区に、はい、勝つんだ、ムチーニ君が、ムチーニ君が勝つかなと、篠原君2位でもいいかなと、なるほど、うん、
わかりました。はい、うん、で4区は桑田選手にしました。おもう熱いな、うん、1年生ですね、駒澤、うん、大学、うん、はい、走る可能性が1年生、まあ、ルーキーと言われる選手の中では一番高い選手じゃないかなと思います。駒澤、うん、まあ、をね、あの4番目5番目の選手っていうのがやっぱりなかなか確定してないと思うんで、うん、そう考えれば桑田君は僕をちょっと抜擢されると思うんですよね、うんうん、しかも4区と考えてるんですね。4区でちょっと考えさせてもらいました、うん、なるほど、はい、で、まあ、あの6キロぐらいの区間なんですけど、うんうん、僕ね1年生でめちゃくちゃすごい走りする選手っているじゃないですか、うん、その中で今回は桑田君だと思ってます、うん、なるほど、うん、だから結構駒田の中でも一番の走りをすると思うし、一番、うん、この1年生の中でも各大学の1年生の中でも、こうもうルーキーじゃ桑田君がやっぱすごかったねっていうような感じで終わるかと、まあ、かつての石田君のような感じですね、うん、だから爆発するんじゃないかと思ってます。わかりました、はい、で5区は響選手、吉田響選手、創価大学、うん、まあ、昨年同様ですね、うん、まあ、この方まず気持ちがめちゃくちゃ強いですから、うん、もう突っ込んで入りますよね、うん、例えば1位で受けなかった場合、うんうん、2位とか3位とかで受けた場合は、うん、追いますよね、絶対追いますから、うん、そうですね、はい、まあ、こういう選手ってやっぱ区間賞取りやすいと思うんですよね、うん、最初から入るんで、はい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 、でやっぱあと最後まで粘れる力もついてると思うんですよ、うん、長い距離もいける選手ですから、うん、だからもう僕はこう硬いかなと、うん、5区走るのも硬いと、僕走るのが硬いと思いきやエース区間の可能性もあるよ。そうなんですよね、6区がありえますよ、ね、なるほどね、そうね、ムチニ君で僕3区してるんで、うん、なるほどね、はい、6区の可能性がまだあるんですけ ど、 なるほど、まあ、走る選手いますからね6区、まあね、はい、で6区は山川選手にしました。なるほど、お、まあ、ここでねアンカーで優勝争いをしているチームから僕区間賞が出るとは思ってるんで、うん、やっぱここで上位が来るチームを想像して、うん、誰かっていうことを考えました。なるほどね、はい、で山川君はやっぱ単独走になれば取るかなと思ったんですけど、うん、今回ちょっと戦国みたいなんで、うん、やっぱ競り合うこともこう考えたんですけど、うん、まあでもここで競り合いで勝たないとやっぱり駒澤って優勝にできないのかなと、うん、だから山川君がここで競り合いで勝つような走りをしてほしいなという願望ですね、うん、なるほど、もう機関車を取る力は全然あると思うんで、はいはいはい、そうですね、なるほどね、まあ、この6人です。なるほど、どうですかヨッシーの予想、どうちゃんの予想、お互い見合っていやまさか IB リーグ入れてくるとは ねちょっとそこびっくりですよ、うん、いや僕この1区は固いと思ってますあ、そう、本当に固いと思ってる。ただ IB リーグのその方が1区じゃないかもしれないからね。そうなんですよ ね、 そうですね、どこだけですね、本当心配なの、区間がまず大事ですから当たらないと ね、これちょっと一番自信あるのはじゃあどこですか、何区ですか、どよっしーとどちら一人ずつ聞くけど、僕はですねやっぱ3区の篠原選手、お、はい、まず区間が硬いと思うんですよ、まあ、うん、なるほどね、3区に篠原君はかなり硬いと思ってて、うんうん、そうなるとやっぱ留学生とどっちかってことになるんですけど、うん、まあ、今期の篠原君だったらいけるかなと、なるほど、はい、思ってます。どうちゃん、僕はやっぱ1区のトゥンティバト君ですね、うん、なるほど、自信ありますね、もう1区に来るとしか思ってないです。なるほど、はい、来たら強いと思ってます。来たら強いでしょうね。なるほどね、わかりました。皆さんもですねぜひですね、うん、まだこの区間エントリー出る前のこの時期に、うん、ぜひ区間賞予想書いてください、はい、コメント欄お待ちしております、本日はまだ出てません、しかし予想します、うん、出雲駅伝区間賞予想でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。